にチェリーバレットの特別インタビューも。こちらチェリーバレットの魅力を掘り下げてまいりたいと思います。ビルボードが発表した2019年に期待される新人 K-POP アーティストに選ばれるなど、デビュー前から話題となった大型新人ガールズグループ、チェリーバレット。日本人メンバーも所属するグローバルグループとして今年デビューを果たし、日本でも大注目。そんな彼女たちに日本のテレビ初となる独占インタビューを敢行。まずはメンバーの自己紹介から。タンチンさん、お願いします。せーの、レッツレイチェリブレ。こんにちは、私たちチェリバレットです。あなたのハートを打ち抜きたい、胸キュン担当心です。あなたの可愛いワンちゃん、愛くいっぱいユジです。わー、ミルキューチャージ、みんなのエナジーボールジワンです。永遠にときめくプリンセス、末っ子メイです。輝く未来へ、ハッピーウイルス、ラブリースマイルミレです。いつも元気なキューティーラビット、メインボーカルポラです。ピュアハート、ひとみスマイル、チェリンです。大きな瞳に即感で、クール担当ミリンです。スマイル満点、パイクと心変です。4次元ハイテンション、魔法少女レミです。以上、10名からなるチェリーバレット。彼女たちの魅力その1、楽曲の良さ。フルッパ解説お願いします。2018年の11月20日に SNS で、まあデビューというかね、告知スタートという形になりました。非常にフレッシュな、フレッシュ、はい、メンバーで構成されておりますが、はい、デビューは今年1月21日です。まだ1年経ってないんですね。めちゃくちゃ暖かいですね。本当に暖かい、はい、暑いですね。はい、確かに暖かいですね。暖かくて、はい、デビュー曲は Q&A。 1月に発売されたデビュー曲 Q&A はビルボードワールドデジタルソングセールスチャートにランクイン。実はチェリーバレットってご存知の通り、 CN ブルーとか FT アイランド、それから SF9、 さらにはガールズグループでは先輩に AOA がおりますけれども、 FNC エンターテインメントからデビューしたガールズグループということでございます。そして5月の22日にはセカンドシングルアルバムが発売になりまして、タイトル曲はニガチャムチョア Really Really。 5月にはリアリーリアリーを発表。デビュー曲と同じくゲームをコンセプトにしており、チェリーバレットにぴったりの愛らしい作品に。ちなみにキュートな響きのチェリーバレットというグループ名、その由来とは。チェリーバレット라는이름은チェリー처럼사랑스러우면서에너지틱한매력으로대중분들의마음을자극하겠다는의미를담고있습니다。そんなチェリーバレットの魅力その2は、ズバリグローバル。なんかこう見て、メンバーをこう見てですよ、メンバーの写真見て、はい、感じることありませんか。可愛いです。可愛いですよね。可愛いですね。透明感。ああ、透明感、はい、確かにフレッシュですからね。なんといっても特徴があります。はい、まあ、最近流行りというか、はい、一つのもう定型フォーマットみたいになってますけども、はい、韓国人メンバーと日本人メンバー、はい、そして台湾の出身のメンバーで構成されている10人組と。この中で日本人メンバーは、はい、メイさん、ココロさん、そしてレミさん。
という3人でございます。はい、心はグローバルオーディション、レミはジャパンオーディションに見事合格。最年少14歳のメイはカバーダンスがきっかけでスカウトされ、憧れの K-POP アイドルに。K-CONにダンサーとして参加していて、そこでスカウトされて今回アイドルになったと。そしてリンリンさんが台湾出身ということなんですが、ヘイユンさんは韓国人メンバーですけども、プロデュース48で、まあ、最終メンバーに、はいはい、残って注目を集めましたよね。アイズワンが誕生し話題となった日韓合同オーディション番組プロデュース48。抜群の歌唱力ながら惜しくも脱落したのがヘイユンなんです。そしてですね、日本人メンバー戻りますけど、心さんが名古屋出身ということです。さっきからずっとどこで見たっけと思った。名古屋の人ですか。確かに名古屋の人ですか。この前手羽先食べてるの見たからです。あ、そうそうそう。だから今回ね、愛知インパクトはまさに凱旋公演なんで、すごい楽しみにしてますからね。そんなチェリーバレットの魅力、まだまだデビューしたばかりなんで、2人も知らないこと多いと思うんですよ。そこでとっておきのロケに行ってきました。はい、彼女たちの魅力がすぐに分かる、こちらの VTR をご覧いただきたいと思います。愛知インパクト2019に出演するチェリーバレットの魅力をもっともっと知ってもらうために、こんな特別企画を用意しました。もっとチェリーバレットのことを知りたい、題して弾丸の速さで可愛く答えよ、チェリーバレットクエスチョン。メンバーには1人ずつカメラの前で出される質問に答えてもらいます。答え終わったらすぐに次のメンバーにリレー。用意した質問は30問。そして、制限時間は3分。滋賀3分ばっかりするんだ。はい、ということで、見事全部クリアしましたらスペシャルプレゼントがあります。あ、もう皆さんがきっと大好きでしょう、ケーキ。あー、ではでは、ご褒美のケーキを目指してチェリーバレットクエスチョンスタート。動物園。おお、ジェットジェット。ああ。ああ。ああ。지원이는잘때자면서대화할수있어요카페다기시끄러워미안해언니어지금말많은거눈하아야사시최근에벌진데이거뭐예요에피소드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 나우언니재밌냐재밌어
멍멍이. 기분 안 좋을 때. 닭발 먹으면. ここでタイムアップ。ちなみにあと何問ですか？あと2問？あららららら ら、 ら残念ですね。もう一回、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 もう一回。じゃあ最後に最後の2つの質問をチェミッケ、デダパシミョンクリアにしましょう。はいはいはい。チェミッケ、チェミッケお願いします。はい。明日も見たい。明日も見たい。明日も見たい。リオンで初めて TV ショーなのですごく嬉しいです。チェミッケ、チェミッケ、あチェリーバレットが最近イエーイ。すみません、最後の最後のこれは何ですか？この動きはなアジョシですかね。まあ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 、でもでも、うん、クリアにしましょうか。ということで、お待ちかねのご褒美、糖質 90% カットの美味しいケーキを召し上がれ。オレゴリだよ。はい、マナさん、よし、はい、美味しい、美味しいです。これ美味しいです。勝手に皆さんケーキを召し上がっております。はい、しかも完全に控え室です。ケーキを食べる姿はまるで弾丸です。そんなチェリーバレットも出演する愛知インパクト2019をお楽しみに。言い忘れたんですけど、はい、僕あの Q&A っていう曲をめちゃくちゃ見たんですけど、はい、そこでボラさんとヘヨンさんが Q&A ってやってくれるんですよ、はい、これ僕たちに送ってるシグナルじゃないかなっていう。シグナル？僕たちなんか送ってるんじゃないかなっていうことを勝手に感じました。答えを送ってくれてるわけですね。はいはい、僕たちも送ります。